はい、今回のテーマとしては試合の価値に結びつかない練習中にやってはいけない行動について解説をしていきたいと思います。まあ、皆さん試合に勝つためにやっぱり日々練習を行っていると思います。その練習がやっぱりちょっとでも試合に結びつくような練習になれば、まあ、それが一番ですし、まあ、そのために考えないといけないのはボールを、まあ、打つ時間、またそれを含めた細かい行動もやっぱり試合にはすごくつながってくるんですよね。まあ、いわゆるどれだけ意識が高い、まあ、行動練習が、まあ、普段からできているのか、そこを間違えてただ来たボールを打つだけ、ただ足を動かして自分の中でやった気になってしまっている、まあ、そういった選手はやっぱり自己満足の練習になり試合の価値になかなか結びつかない方も、まあ、多くいらっしゃると思うので、今回は私自身が強く皆様にお伝えをしたい練習中のこのプレー、この行動だけは避けるべきといったポイントを解説していきたいと思います。その一つ目としてはまずは当たり前のようにサーブミスを繰り返すということです。基本練習、フットワーク練習を行うとき、または何かしらの課題練習でサーブレシーブを含ませることは多くあると思うんですけど、そのサーブを当たり前のように1回2回ミスしてから練習を始める方、これ結構いらっしゃると思います。まあ、いわゆる意識が低いんですよね。まあ、練習だから正直サーブミスしても何かあるわけではないんですけど、ただそのサーブを1本もミスせずしっかりコントロールしようと思って出しているのか、まあ、練習だから適当にサーブミスしても次またちゃんとサーブ出せばいいやといった甘い考えを持ってサーブを出しているのかで、やっぱり要所要所でのサーブのコントロールであったり、まあ、それこそサーブミスですよね。そういったところにつながってくる恐れはやっぱりあります。だからこそ練習中からやっぱりサーブのコントロール、サーブの質というのはしっかりこだわっていただきたいんですよね。これを曖昧に行ってしまうと、まあ、そこからの練習の質が上がることもないと私は思っていますし、まあ、当てはまる方も結構いらっしゃると思う、サーブミスを当たり前のように繰り返せない、これはまず一つ目として意識するようにしましょう。二つ目としては展開を作らずにただフットワーク練習をし続けるということです。練習メニューの一番最初でウォーミングアップのような形で、まあ、展開を作らずにフットワーク練習をするのはまだいいと思うんですけど、やっぱり2個目3個目練習が進んでいってもただ場所を決めて動くだけのフットワーク練習をしてしまう、まあ、ラリーの練習をしてしまう、まあ、あまり意味がないですよね。やっぱり卓球において大事なのはまずサーブレシーブ、そこから全てが始まるのであって、でそこをすっ飛ばして練習をやり続けるのはこれこそただの運動です。まあ、なのでやはりどの練習においても何かしらの試合の展開を含ませることは必要かなと思います。まあ、そうすることによって実践でこういったパターンから攻めていこうであったり、いろいろな自分の引き出しを増やしていくことができますので、やっぱ試合のことを考えた練習というのは、まあ、そういった細かい要素もしっかり、まあ、踏まえておくことが必要になってきますよね。まあ、先ほどお伝えさせてもらったように、まあ、サーブもある程度自分の中で決めたサーブをしっかり出して、そこからの展開練習を行う、それを全てやった上でそこからのラリー練習なので、確かにやった気になるのはラリー練習なんですけど、ただやった気になるっていうのはただの自己満足にもつながってきますので、面白くないかもしれないんですけど、ただその面白くない部分を経由していかないと、まあ、大きなラリーに持ち込むこともできないですので、まあ、卓球の試合において大事な部分は何なのかというところに、まあ、しっかり焦点を当てて、まあ、練習メニューを考えてもらうことが必要にはなってきますね。3つ目としては全く構えの姿勢を見せずにレシーブをするということです。これは特に練習相手側になった時に多くあるかなと思います。相手がサーブを出してそれをレシーブやってからブロックするであったり、何かしらの展開練習を行う、その時に相手の練習だからといってずっと棒立ちで構えてただ当てるだけのレシーブをするであったり、全く足を動かさない、こういった方もいらっしゃるんじゃないですかね。本当に練習相手で思ってしまっている、相手の練習だから自分は意識を高く持たずただこなすだけの練習になってしまっている、良くないです。やっぱり練習時間が2時間あるのであれば全て自分の練習にできるように仕上げたいんですよね。そのためにまず意識しないといけないのがこういった細かい部分です。相手の練習で相手がサーブを出してくるからといって自分はもう試合のつもりでしっかり構えを作って球の場所に入りに行く、それがレシーブ練習になるんですよね。
で自分の苦手なコースに、まあ、サーブを出してくるのであれば、まあ、なおさら細かい微調整をしないといけないのに、まあ、それを投げやりになって、ただ当てるだけになって、まあ、棒立ちでブロックするだけであったり、ただ合わせてるだけで、まあ、その時間は意味のないものになってしまう。でそうなると相手の練習の質もやっぱ落ちてしまうので、まあ、お互い良くないんですよね。でその第一歩がまずは構えること、まあ、普段のニュートラルの位置でしっかり構えを作ってボールを待つ、それだけでも全然変わるんですよね。まあ自分の練習をやってる時にその構えを作るっていうのはもう当たり前かもしれないんですけど、相手の練習の時にどういった心構えで練習に取り組もうとしているのかは、まあ、もう一度見直してもらってもいいかもしれないですね。でそこの行動次第によって練習時間の濃さというのが大きく変わってきますので、まあ、考えていただきたいポイントですね。そして最後4つ目としては、全く間を置かずに練習を続けるということです。まあ、確かに短い練習時間だったらその1秒1秒がすごく大事にはなってくると思います。だからといってミスして次ミスして次ミスして次といった練習の仕方だと、やっぱり考える時間もないし、実際の試合をそんだけこう焦って焦って次から次にボールを使ってプレーを行うことってないと思うんですよ。やっぱり試合だったらやっぱり流れが悪い時ってちょっと間を置いたりもしますし、自分自身の時間を作ることが大事なんですよね。その時間を作る中で、まあ、自分自身のプレーの整理、まあ、技術の整理をすることもできますので、まあ、あまりにも間を置きすぎるとそれはただサボってるだけにもなりかねないですので、やっぱり試合を想定した間の置き方、タイミングの取り方を、まあ、普段の練習から行ってもらうことはすごく大事かなと思います。まあ、自分自身のルーティンのようなものを作っても構わないですよね。まあ、何かしらの行動を行ってからしっかり構えを作ってまたサーブを出す、それで得点をするにしろ、まあ、自分がミスをするにしろ、また自分の中でしっかりこう気持ちを作り直して次のプレーを行う、まあ、こういったメリハリをつけるということは、まあ、絶対試合にもつながってきますので、試合だけ間を置くんじゃなくて、まあ、普段の練習からそういった間を置くことを想定しながら練習をすることは、もう前面の練習以外にも大事かなと思います。まあ、オール系、まあ、前面の練習を行うときにちょっと間を置く方はいらっしゃると思うんですけど、まあ、基本練習であったり最初のフットワーク練習でボールを山盛り使ってやる方は結構いらっしゃるんですね。そうではなくって、まあ、そういった基本練習から、まあ、自分自身の気持ちを作って、自分自身が意識することを頭で整理して、まあ、一球一球のフットワークに臨んでもらう、これ私自身すごくおすすめなんですよね。ボールを数多く使えば、まあ、上達するわけではないですので、多少打つボールが減ったとしても気持ちの整理をつけて一球一球に集中してもらうことで、その練習の質をより上げることもできますので、まあ、一生懸命頑張る選手ほどこういったところって起こりかねない部分ですので、やっぱ頑張る選手っていっぱいいっぱいボールを打ちたいという気持ちになるんですけど、そこを練習の質というところにしっかり焦点を置いて、この間を置く、自分の時間を作るということはやっぱり意識していただきたいポイントですね。以上の点をやっぱりしっかり意識して練習を行っていただければ、練習時間の中でのやっぱ無駄な時間というのが少なからず減ってくると思いますので、今回のこの話皆さんの参考になれば幸いです。もしこの動画が参考になった方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。